断密小川、北海道テレビ放送が制作する日本のドキュメンタリー番組、女優、タレントとして活躍する断密の冠番組である。2013年7月25日から同年9月26日まで、HTV 深夜開拓魂第12弾として、木曜日深夜0時50分1時5分に放送。 また2014年10月2日から同年12月18日まで HTV 深夜開拓魂第17弾として断密子が第2章が放送された。北海道うちに未だ存在する廃墟を紹介し、証言者のインタビューを交えながら断密によるナレーションで綴るドキュメンタリー番組。紹介した廃墟は実際立ち入り禁止になっている場所が多いため、 特別に許可を得て、撮影を行っている。2011年10月期の、非正な、2012年7月期の、実録に続く、ドキュメント路線であるが、全2作のようなバラエティ色や断密の売りである、お色気路線を一切排除した構成となっている。30分拡大放送正式名、旧海軍大港通信隊は、家内部未隊、幕別送信所長者。 彫刻家本郷心のアトリエ兼別荘、裏幌町炭山地区に12年間住んでいた記憶を元に炭鉱施設の模型を制作。知らぬ課長出身。高校卒業まで在住。育春別で食料品店を経営。訪問場所、三菱美梅炭鉱、美梅市立沼東小学校、美梅炭山郵便局ほか訪問場所、三井美梅炭鉱先端場。 三井ビバイ単行編電書、ABCDEFGHIJK 第2章のみ参加。第2章の第9から11回では音声を担当。第1章の第1から4回まではアシスタントディレクター。第1章のみ参加。ありがとうございます。